おはようございます。こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。フィリピン国鉄 PNR の最新ニュースが入りました。それはありがたいですね。具体的な詳細はありますか？フィリピン国鉄 PNR のビニャンからアラバンまでの経路が一時的に閉鎖されました。これは北南通勤鉄道 NSCR プロジェクトの建設のためです。なるほど、それは大きなプロジェクトですね。具体的な日程や影響範囲はありますか？はい、土曜日の夜にアラバンからビニャンへの最後の列車が運行されました。そして、日曜日の早朝にビニャンからアラバンへの最後の列車が運行されました。アラバン駅で降りる乗客はいなかったのですか？記事によると、アラバン駅で降りる乗客はいませんでした。おそらく次の駅で降りることになるかもしれませんね。この一時閉鎖は影響が大きいですね。利用者はどのように影響を受けるのでしょうか？このアラバンビニャンの経路の一時閉鎖により、通勤者は困難を強いられる可能性があります。電車の利用はバスよりも安価なため、交通費が増えることや、通勤時間が長くなることが予想されます。それは大変ですね。代替手段としてバスやジープニーを利用する人も増えるでしょうね。そうですね。バスは代替手段として利用できますが、交通渋滞が深刻化しているため、乗客にとっては不便な状況になるかもしれません。フィリピン国鉄 PNR が最近、カランバまでの経路も閉鎖したと聞いたことがあります。これらの閉鎖は関連しているのでしょうか？はい、記事によると、フィリピン国鉄 PNR はアラバンからカランバまでの経路も閉鎖しました。これらの閉鎖は北南通勤鉄道 NSCR プロジェクトの一環とされています。北南通勤鉄道 NSCR プロジェクトは長期間にわたる建設になるのでしょうか？はい、記事によると、北南通勤鉄道 NSCR プロジェクトの建設には5年から6年かかると予想されています。このプロジェクトが完成したら、どれくらいの乗客が利用することになるのでしょうか？フィリピン国鉄 PNR によれば、この新しい鉄道システムを毎日利用する乗客は60万人以上になると予想されています。フィリピン国鉄 PNR はこの件について謝罪しているのでしょうか？フィリピン国鉄 PNR は影響を受ける乗客に謝罪し、このプロジェクトが国の鉄道システムの近代化の一環であることを説明しています。以上がフィリピン国鉄 PNR の最新ニュースでした。以上となります。今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。